こんにちは、大家さん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 免税事業者が払った消費税は経費にできるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。インボイスを登録しない予定です。免税事業者が経費の支出で払った消費税は経費計上して良いのでしょうか。まあ、こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきた大家さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメルマガ、それから無料でインボイスの相談がチャットでできる公式 LINE ですね、こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。消費税がですね、経費になるかどうか、これはですね、経理方式によって変わるということなんですね。何かというとですね、まず税込み経理というのがあります。税込み経理というのは消費税を含めた金額で売上とか経費を計算する方法、これが税込み経理と言っていきます。それからもう一つですね、税抜き経理というのもあるんですね。これ何かというと、消費税を除いた金額ですね。で、売上や経費を計算する方法。これが税抜き経理と言っていきます。じゃあ、除いた消費税ってどうするかというと、消費税はですね、借受消費税、それから借払い消費税で区分して計算しますよと。別個で計算しますよということになっております。で、課税事業者というのは、税込み経理か税抜き経理かを選択できますよということになっております。具体例でですね、ちょっと見てみたいと思います。例えばなんですけども、110万円売り上げましたよと。で、110万円のうち消費税が10万円含まれてますよと。で、経費がですね、88万円かかりましたと。この88万円のうち消費税が8万円含まれていますよということですね。じゃあ、この課税事業者だった場合ですね、税込み経理で見てみたいと思います。税込みですから、110万円消費税を込みの金額、引く88万円消費税込みの金額でですね、22万円というのを出していきます。で、消費税はですね、消費税の計算をするわけです。で、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いて差額を納税という形ですね。ですから、売上にかかる消費税10万円引く仕入れにかかる消費税8万円を引いた2万円これを納税していくということになっていきます。じゃあ、これをどうするかというとですね、これは先ほどの所得税の計算、22万円から2万円を引いていきます。これ、租税効果という形の経費ですね。経費になりますよという形で、利益が20万円というような計算をしていきます。じゃあ、一方ですね、これ、税抜き経理でやったらどうなるかというところを見ていきたいと思います。所得税の計算ですね、これを税抜きで計算していきますので、売上が100万円。で、経費が80万円。消費税を抜いてますよと。で、利益が20万円という形になっていきます。で、消費税の計算は先ほどと一緒ですね。売上にかかる消費税10万円から、仕入れにかかる消費税8万を引いた2万円。これを納税していきますよということになります。で、税抜き経理の場合ですね。消費税を別個で計算していきます。借受消費税。10万円から仮払い消費税ですね、8万円を引いた2万円。これがですね、未払い消費税という形で、まあ、未払い金みたいな形でですね、計算をしていきます。つまりここだとですね、もう損益に影響しないということですね。利益には影響しませんよというふうになっております。とするとですね、この20万円という利益、先ほどの税込み経理でも全く同じでした。つまり税込み経理でも税抜き経理でも利益は同じなんですよと。ことですね。で、税込み経理の場合は、この消費税、計算した消費税を経費計上をしてですね、利益を合わせていくというふうにやっていくわけです。で、先ほど見たのはですね、課税事業者の場合なんですよ。課税事業者の場合は、税込み経理、税抜き経理ですね、選択できると。じゃあ、免税事業者ですね。免税事業者どうなるかというと、免税事業者はですね、税込み経理しか選択できないんですよ。ですから、先ほどね、免税事業者の場合、見ていきたいと思います。これ、税込み経理しか
選択できませんので、所得税の計算をですね、税込みで計算していくことですね。110万円引く88万円の22万円。で、税込み経理の場合の課税事業者の場合ですね、先ほど粉消させていきましたよね。消費税が2万円ですから、この22万円から2万円ですね、2万円経費として引いていくわけですけれども、免税ですから、消費税の計算しません。ね、しませんということで、最終的な利益は22万円ですね。22万円だと、ことになるわけです。で、そうするとですね、この消費税含めて経費できてますよね。まあ、売上もそうですけども、経費に関して言うとですね、消費税含めて経費になっているわけですから、当然ですね、所得税の計算で払った消費税というのは経費になりますよと、ことになるわけです。まあ、このようにですね、結構ですね、この消費税の計算と所得税の計算ですね、ちょっとごちゃになっている方、いらっしゃるのかなと思っております。あくまでもですね、インボイス制度というのは、インボイスがないとですね、消費税の計算ですね、消費税の計算上、仕入れ税額控除ができないということになるわけです。これ所得税とは別の問題なんですね。つまり所得税に関してはですね、経費として払った消費税というのは経費となりますよと、ことになりますので、このあたりですね、インボイス制度と、ごちゃならないようにしていただければと思います。